ゲッティングシングスドーム、略称 GTD は、個人用のワークフローの管理手法である。デビッド・アレンが、同名の書籍、仕事を成し遂げる技術、ストレスなく、生産性を発揮する方法の中で提唱する。ハッカー文化の一つで、ライフハックの中でも代表的なものである。ナレッジワーカーの仕事術と呼ばれ、次に、何をやるかという予定やスケジュールの管理。 作業をする上でのモチベーションを損なわないための体制づくりなどが含まれる。心理的な負担を減らしながら、個人の生産性を上げることを主眼とし、簡単な5つのステップを実行することによって、成し遂げたいことを現実にするメソッドである。基本は成すべき仕事のリストを何かに記録しておくことで、頭の中から成すべき仕事のことを追い出すことである。これで、 頭の中はすべき仕事全部を覚えなくてもよく、なりすっきりとし、リストに基づき実際の仕事をこなすことに集中できる。従来のタイムマネジメントでは、優先順位や仕事の計画を立てることが強調されて、きたが、実際の仕事の場は、年々複雑化し、せっかく立てた計画や、優先順位は次々に割り込んでくる仕事のために、破綻しがちである。 計画の破綻や計画を立てることすらできない多忙な状態の中、頭の中にすべき仕事を山ほど抱え込んでストレスは増大し、仕事はますます苦痛になり、進まなくなる。アレンは他のタイムマネジメントのプロたちと違い、仕事の優先順位をつけることを強調しない。その代わり、状況に応じたタスクリストを作るよう進めている。 また新しい仕事が飛び込んできた場合、2分以内でできるようなものならばすぐ済ませるべきだとも言いている。仕事すべてがリストに書き出され把握できているのでない状態で考えた優先順位はむしろ不正確であまり役に立たない。GTD はやらなければならない仕事に関する情報を蓄え、追跡し、思い出すことを簡単にするにはどうすればよいかという心理学的基礎に 基づいている。アレンは、ある活動を行う際に、我々がぶつかる、心理的障害の多くは、非効率な、フロントイコールエンド式計画のために引き起こされると、いう。彼によれば、最も実際的な方法は、まず何をして、どこまで達成すべきかを、全部考え、その後一連の行動を、計画なしで、自動的に行うことだという。またアレンは、我々の頭や心理にある、 思い出すシステムは非効率で、その時その場所ですべきことを思い出すことは滅多にないと言う。よって、信頼できるシステムの文脈に従って、すべき仕事を紙や電子機器に書き出して蓄積した。次の行動リストは、我々の心を外側から支援する役割を果たし、我々が正しい時に正しいことを思い出すことを確実にしてくれる。アレンによって説明される GTD には、 仕事の流れを円滑にする助けとなる個人の仕事管理のコツや方法が生じずされている。何より GTD で求められるのは仕事、ビジネスを遂行する上で行わなければならない作業を明確化し、それを蓄次処理で貫徹することにある。例えば途中経過で失敗した場合、その後のスケジュールが総崩れを起こすのは良くない傾向である。これを予防する上で先回りして、 リカバリーポイントを要所要所に設け、スケジュール管理することなどが挙げられる。ブログ43フォルダーズの管理人、作家であるマーリンマンが提唱したヒップスター PDA。PDA という名だが、デジタル機器ではなく、クリップで止めた、普通の紙片の束である。PDA とは、ここでは、パワーアトルディスコゲメントエイドの略普通、安価な紙、クリップ、手帳などを使用する。 ヒップスター PDA というツールは自作できる。手帳やパームなどの PDA、ウィキなどのソフトウェアやエバーノートをはじめとするドキュメント管理用の様々な Web サービスを使用しても良い。GTD は次の5つのステップで構成され、これを1週間など一区切りごとに繰り返す。収集、頭の中にある、やらなければならないこと、気になっていることを紙などに書き出す。 作業中のメモ書きなども参照して問題点を出していく。処理、書き出した内容を手順に沿って分類しリスト化する。整理、リストを自身がスケジュール管理に使っているツールに入れ込む。見直し、自分の状況や状態でそれらが可能かどうか見直し、検討する。実行、リストアップしたできることを順次片付ける。 こういった作業を行うための手順の見直しをステップを追って行うことで、あれもしなくちゃいけないし、これもやらなきゃいけないし、といった混乱した状況から出して、着実に作業を進めていくのが GTED である。こういった手法は、一見仕事が連続した作業の繰り返しで、ここからここまでが一単位という見通しがなかなか立てがたい状況で役立つとされている。 追いかけなければならない仕事や覚えておくべき仕事、取り掛かっている、途中の仕事をすべて残らず書き出し、バケットの中に集める。バケットは紙、メモ帳、PDA、パソコン、現実の整理箱やパソコン画面上の電子メールの整理箱でも構わない。すべき仕事に関する雑然とした想念を頭から全部追い出し、これらメモ帳や整理箱やパソコンなどに記録し、 整理できる状態にする。バケットの中身は週に最低一度は整理して空にする必要がある。書き出してバケットに投げ込んだ仕事を分類し厳密なワークフローによって各リストへと分ける作業である。この処理の際にするのに2分とかからない仕事は今すぐ行うという2分ルールがある。2分とは目安でその仕事を後へ伸ばすために リストやメモを書いたりするのにかかる時間くらいのことである。2分くらいでできそうな細かい仕事は今この場でリストから早めに消してすっきりさせる必要がある。残っている仕事に常に注意を払うために使うリストには以下のようなものがある。バケットにある仕事は処理によってこのリストへ仕分けされ、このリストを常時追跡しながら仕事をこなしていく。 GTD の鍵になるものはファイリングシステムである。ファイリングは簡単で単純で楽しく苦痛にならないシステムでなければならない。紙一枚に書いたものでも見直すために必要ならこれまで作ったフォルダに属さないものならば新しいフォルダを作る必要がある。アレンの推薦をするものは アルファベット順の単純なファイリングシステムであるが、情報の貯蔵や見直しができるだけ簡単で早く済むものならどういったものでも良い。43フォルダーズのレイアクションや覚えておくべきもののリストは、毎日や毎週あるいは随時など、見直すことがなければ役に立たない。リストを見直して、やり忘れているものがあれば、すぐ着手した方が良い。またある特定の時点で十分な時間と、 エネルギーがある場合、リストの中から何が今最もすべきことかを決定し、すぐやる方が良い。ただし、ぐずぐず先延ばししがちな人ならば、リストの中の簡単なものから手をつけて、後に大変なものが残りがちである。この解決のためには、リストの上から機械的に順番に着手するようにした方がいい。GTD では、最低週に一度、残っているアクションやプロジェクト、 連絡待ちなどの仕事の進捗や要不要を評価し、新しく入った仕事や次に来る出来事などを次々収集、処理、整理してリストに加え、常に新しい状態にしなければならない。アレンは微暴力を作り、毎週頭の中から仕事やプロジェクトの記憶をすっきり整理してしまうことを進めている。これは12ヶ月分と31日分の43個の フォルダからなるもので、毎日その日の日付のフォルダを開けて、仕事をこなして、空にし、空になったフォルダは次の月のフォルダの中に入れるというものである。どのようなリストやシステムも、それを作ることばかりに時間をかけ、実際の仕事を行わないようでは意味がない。以上の方法で頭をスッキリさせ、取らなければならないアクションを取ることを簡単に、 単純に楽しいものにできた場合、先延ばししがちな傾向は少なくなり、オープンループのあまりの多さに圧倒されて、げんなりすることも少なくなるであろう。ありがとうございます。